えじゃあ再開しますねはいその声に自信がない人っていうのもとっても多くって、はいあのー、これは養成所とかそういう専門学校だけじゃなくて、はいあのー、一般の方、はい、でもそのボイトレに興味があるなぜその自分の声に自信が持てないんだ自分に自信が持てないんだ自分の声が嫌いなんだっていう方もとっても多いのね。はいいそういう人たちっってて共通点があって はい、自信がない。自信って自分を信じるって書くじゃないですか。あ、そうですね。自信がないっていう人は自分を信じないだけじゃなく。はい。他人をも信用してないんだよね。あ、他人もですか。うん。<laughs> 自信がないんですっていうのが口癖のようにこう出てくる人って。はい。相手、周りを信用しない。 はい、例えばレッスンで、はい、こうこうこうでじゃあこういうふうにやってみてくださいとかって言っても「はい、いやでも」とか<は>あのこっちの話を信用してくれないんですすよあそうなんですか <laughs>、うん、でかね例えばそれでこ,こちらの話とか聞いてくれないから、はい、であのいろいろその人のこう話を聞いていくと、はい、やっぱりその自分が誰かと会話をしている時に。 はい、自分が納得できないとかっていう時にはそうじゃないと思うとかっていうその自分の考えにすごくこだわる、はい、自分に関心がとても強いんですよねはいじゃあそれで自信を持ってやれるかっていうとそうでもないわけんはいなんか自分が今こうだと思うとか、はい、自分の知っていることやってきたことそういう自分に対してとてもなんかこだわって はい、それも結局「トドのつまり」はねああそうなんですねだけどそれで評価されないから、はい、自分はこう思うだけど周りはそれを理解してくれなかったり、はい、賛同してくれなかったりするなんか違うのかなどうも自信が持てないなでも「正しいのは私」みたいな人がとても多いですよね。あはい そういう感じから、はい、やっぱりその発声が変わっていって、はい、まあ教える立場のこちらからすると何も変わらないのはまずいので、はいろいろやってもらって、まあ、こっちを信用してないんだろうなと <laughs> まあそれが分かったとしても、はい、でもまあなんとかいろいろアプローチしてちょっとやることやってもらって変わると、はい、あ こういう風にするともっといいんだっていう気持ちになるとそっからポン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 と伸びていくよね。あはいそれはまあ向こうがこっちを信頼してるかどうかっていうのは別としてもはいこちらの話をほんのちょっとでも聞いてくれた瞬間から変わっていくしはいそうじゃなくてこちらが何を言おうとも私私っていうその自分の考えや,やり方にこだわっている人っていうのははい変わらないですよねどうしてもね。あはい でねあのー、さっきも言いましたけどその腹式ができなくなってしまってる大きな理由っていうのはまあ力みはい、ともう一つやっぱり、ね、自己顕示自己顕示ですか、うん、やっぱりうまく見せよううまいと思われたいあはいこう自慢する人ってさはい しょっちゅう好きあれば自慢してこないあ、そうですねもう自慢聞き飽きたよとかっていうふうにしてさ、うん、はい思ったり誰かが「また自慢」とか突っ込んでもうはい,いやこれは別に自慢じゃないけどでもね私ってさみたいなさ <laughs> <laughs> はいもう言いたくてしょうがないっていうタイプの人っているじゃないですかありますねあれとよく似てんのが愚痴。 はいちょっと聞いてよ私さーっていう人もいるじゃないですかはいもう言いたくてしょうがないはい私を分かってほしいとかはいあとまあ同じのが言い訳ですけどねあはい言い訳する人ってもう、ね、んそうですねでねあの音痴の人と随分とこうやり取りをまでしてきてるわけですけどはい 音痴、はい、で,で悩んでるっていう人も、まあ、いっぱいいてそういう方たちとこういろいろ話を聞いたりやり取りをしていって本当に感じるのはははいいいいい言訳が多別に音痴な人をその批判したいわけではないんですけどはいあのー、やっぱねこう言い訳がましいんだよね態度が。あー うん自分の例えばその声まあじゃあ例えば歌で言うと、はい、音程が合わないと、はいね、こういうふうにしてみましょうかっていろいろやってじゃあ出してみてって言っても、はい、なんかそこで軽くパニックになってしまうのは、はい、失敗したくない傷つきたくない批判されたくないっていうそういう気持ちがものすごく強くって。 ーはいそういうふうになると、はい、もう怖くなっちゃうじゃないですかそうですねで嫌な思いをしたくないんだって気持ちはもちろんそれわかるの俺ももちろんそうだし、はい、あのこれ本当に今日の話なんですけど はい、あのその嫌な思いをしたくないっていう気持ちは本当に俺も強いっていうのを分 <laughs> かってもらうための話なんですけど、はい、普段朝起きたらすぐ水飲むんですよ、はい、最近冬で乾燥もしてるから、はい、もう朝目覚めたらすぐこう水飲みたいで飲むんですね、はい、ベッドの横にいつも水をミネラルウォーターを用意しとくんですよ でいつも朝起きてもうミネラルウォーターをもうベッドの中から飲むっていうのをずっとしてたんですけど、はい、最近特にあのこれネットで昨日見たニュースなんですけど、はい、今乾燥しててどうしても口呼吸になりやすい、はい、で俺なんかもともと鼻悪いし最近特にここ最近鼻の調子悪いですから、はい、朝起きた時すごい口が乾いている、はい、だから水飲みたいわけですけどはい。 昨日のネットのニュースで書いてあったのは、はい、朝起きたらその口の中が乾きやすいと今、はい、その時にあの雑菌とかいっぱい口の中に溜まっているあ、はい、からそれで水を飲んでしまうと口臭、はい、の元になる雑菌を全部飲み込むことになるから、はい、もう起きてすぐ水飲むのはダメだと。 あそうなんですねまずうがいをしてからはい水なりお湯を飲むとかっていうようにしましょうっていうニュースを見たんですよ。はいで「へえ」と思ってさはいで今朝起きた時「はい、水飲みたいわけですよ」。はいで「あこれを直接そのまま飲んじゃいけないんだよなうがいしてから」っていう風に書いてあったなって思い出したわけ。はい もう,うがいをするとなるとベッドから抜け出して洗面所まで行かなきゃいけないじゃないですかそうですね寒いんですよはい出たくないんですよ <laughs> はい,いどうしようかな <laughs> って思って、はい、このまま水を飲みたいでもそれだと良くないじゃあうがいをするうがいをするそう洗面所に行くのは寒くて嫌だうーってなって はいじゃあ水飲まなくていいやと思い始めたもんわ <laughs> <laughs> かりません気持ちそうですね寒すぎるともう何もしたくなくなりますねねはい要するに嫌な思いをするぐらいだったらはい水を飲まなくてもいいや要するに逃げちゃうわけは,はいでもねはい こういう思考で何でもかんでもやっちゃうとはい行動しない何でも逃げちゃうはい自分を甘やかすことですよねそれってそうですねでそういうことばっかりやってるとやっぱり逃げ癖ってつくんですよあーはいいざ今こういうことをしたい水を飲みたい歌を歌いたい芝居をしたいなんかその時に はい、ほんのちょっとでも嫌なことがあるんだったら逃げちゃうっていうことを繰り返してる人は、はい、大事な本番でもやっぱり逃げようってしちゃうよねああはい普段そういうのが染みついてるからさあそうですねで特に芝居なんかでそういうことをやってる人っていうのは本当にアウトあはいなんでかっていうとはい あ、またちょっと10分いってるんで一旦区切らせてください。はい。